演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、というわけで本日はこちら怒涛のコーヒーの焼き菓子をいろいろ買ってきましたので、そちらを食べたいと思います。ああ、こういうのあって選ぶの大変ですねって、まあお店で SA 選んでるんですけどね。焼き菓子と言ってもいろいろありますね。ではまずはこちらのシリアルバーみたいなのからいただきますね。食物繊維と鉄分、体にも良さそうですね。まあこんだけお菓子ある中でここだけ金額どうするかっていう気もしますけど、はい、オープン。おー、カルもサクサクしてそうですね。ではこれ意外とねっとり系なんですね、これ。中はこんな感じになってます。ではいただきます。グラノーラバー、ミルクワッフル、チョコワッフル。シリアルバーはしっかりナッツの食感がザクザクしていて、口の中で程よく粘度もあって、口の中でうまく広がっていて、とっても美味しかった。ザクザクと食感を楽しみたいなのがおすすめです。で、その後に食べた2種類のワッフルはしっとり系かなと思ったら、やっとサクッとしている部分もあって、ミルクの方はさっぱり、チョコの方は濃厚で、それぞれ炭焼きがされていて、とっても美味しかったです。自分的にはチョコの方が好みですね。では次はこちらカステラを食べてみたいと思います。なんか量が多いだけにその輪が目立ちますね。あ、カステラって輪だったっけ。おー、こんな感じですね。まあシンプルですよね。下に紙はついてるな。少々めんどいんですよね。こんな感じです。ではいただきます。カステラ、バウムクーヘン、アーモンドキャラメルクッキー。カステラはしっとりとした生地の中から、卵の濃厚な旨味とザラメのほのかなジャリッとした食感があって、バウムクーヘン、バウムケーキのとはまた違った美味しさがありましてね。で、後で食べるそのバウムクーヘンは、これまたしっとりとした生地なのですが、あっさりとした味わいでコーヒーによく合いそうです。そして最後に食べたキャラメルソフトクッキーは、アーモンドの食感と先日食べた抹茶クッキーファミリーマートと同じような感じのソフトな生地、カントリーマームの生地がよく合っていました。カントリーマームの生地だからこそ、サクサクの二重層ではなく、サクとしっとりの二重層によって余計にアーモンドが効いたのではないかと思います。では続きまして、こちらのケーキラスクというものを食べてみたいと思います。ケーキってわざわざラスクにしてあるんですね。まあマカロンとかもラスクならラスクに違いはないのかもしれませんが、おー、ちょっと怖いですね、これボロボロボロ。おー、見た感じはケーキよりトーストみたいですけど。では、いただきます。チーズラスク、チョコマフィン、豆乳、バナナマフィン。ケーキラスクは、ラスクというのはちょっとしっとりしているような感じもしましたが、チーズの風味は口中にふわっと広がってきましたね。サクサクという音はしたんですが、もうちょっと焼いてもよかったかもしれません。そして最後に食べた2種のマフィン、チョコのマフィンの方はワッフルのチョコと同様にとっても濃厚なチョコが口の中で噛んだ瞬間にふわっと広がっています。ワッフル生地がふわっとしているので余計に広がりやすかったのかもしれません。そして最後に食べた豆乳バナナマフィンはバナナの甘さもしっかり感じることができましたが、もうちょっと強かってもよかったような気もしますね。バナナが好きなだけにそういう風に思えてしまった部分がありました。で、以上食べてみたわけですが、個人的にはベスト3として3位にいちばん最初に食べたグラノーラバーをしたい。あのザクザク感は本当にコンビニとかのグラノーラバーではなかなか味わえない部分がありましたので、あれは本当に美味しいですね。しかも体にも良さそうですし、そして2番目がチョコワッフルのチョコレート。チョコワッフルのチョコレートっておかしいですね。チョコワッフルはあの濃厚なチョコレートとサクッとしてしほのかな食感の音がとっても心地よかったです。そして一番美味しかったのがアーモンドキャラメルソフトクッキーですね。クッキーでいうとどちらかというと硬い方が美味しいイメージが自分の中ではあるのですが、
ソフトというのもまたそれとは違った美味しさがあるということを改めて思い知らせました。そしてアーモンドの食感もそれによく合っています。というわけでドトールコーヒーの焼き菓子いろいろ食べてみました。自分が行ける店舗ではこれで全部だったんですね。もしかしたら他の店舗にはまだいろいろな種類があるのかもしれませんので、もしご存知であればコメント欄などで教えていただければ幸いです。では、風花はロックンロール嫌がるや、通帳をロックンロールで邪魔してほしくないということなのかもしれませんね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しい。全部永遠パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。